山、口なし川、は、幕末の尊上志士の牧田持信が、久留米藩の反省改革に失敗して謹慎させられた、いえ。かえ年、牧田持信、木村三郎、稲継ぎ、稲葉、水野丹後の外同士一等は、有馬来美奈に対して意見書を上申した。保守派の家老や内同士を、反省から追放し、代わって、外同士が押す木村三郎、水野丹後。 マブチを起用するものであった。当時、久留米藩では、村上和弘、木村三郎、牧安尾ミら藩士が、水戸藩に留学し天保学を学んだ後、藩内で広がり、天保学連が一大勢力となるものの、村上守太郎率いる、砂漠開国派で、藩政執行部内に席を置く、内道士と、牧田も氏に率いる、 尊能上位派で改革を時き反省外に席を置く、外同士の二杯に分裂し、対立があった。内同士には、野崎平八、今井久し、不和孫一、不和美正香有馬川内健物がおり、外同士には、木村三郎、水野丹後、稲継、稲葉、小川まぶみがいた。この内同士と外同士対立は、後の分級を経て、 源氏元年7月21日、金門の辺での牧田持信死後も続いた。慶応3年10月14日、第15代将軍、徳川義信による大政奉還、12月9日、王政復古宣言により幕府は、倒れ尊王上位の新政府成立後、さらに慶応4年1月3、4日の戸博市民の、戦いでの幕府軍敗退、尊王上位派である。 新政府軍勝利まで続く。その後、慶応4年1月26日夜10時頃、砂漠開国派の重鎮である、不和美正が、笹近平ら尊能上位派に暗殺されたことから、藩首脳は老狽し、2月5日、砂漠開国派の有馬川内兼持、今井久志らを役職追放とした。不和美正暗殺に加わったものは、無罪とした。これにより、 尊能上位派の水の単語が、河江の大国に報復する形で、尊能上位派政権を確立し、反省に返り咲く。後に、有馬川内剣持、今井久志らに切腹を命じた。これにより、尊能上位派の外同志派が復権したものの、明治3年、久留米反乱が起きる。長州藩士で新政府打倒派の大落玄太郎らが、藩を割れ、小松管理を、 頼り筑後地方に潜伏、尊能上位派の久留米藩と組み、尊能上位から、開国主義に突然変化した、明治政府に不満にを抱き、打倒を企てる計画を立てたが、政府側に発覚することとなる。明治4年2月、明治政府は、鎮圧に当たらせるため市場を高うた陸軍少将による、久留米藩討伐隊を送る。旧藩主有馬マライミナは謹慎処分。 水野単語と小川真文ら100名余りを逮捕、後の裁判で小川真文は男子系、水野単語らは終身系となったのである。かえ4年12月15日、稲継稲葉が途上、有馬来美名と会見し、過労有馬河内らに有馬来美名配立の意図があることを告げ、改めて外同士一派の起用を迫った。稲継稲葉の訴えを聞いた。 有馬雷美奈は激怒して、有馬川内ワウ以下の取り調べを命じ、有馬川内ワウ稲継ンモツ、イネツギ、イゴラ関係者を謹慎させ、牧田持信も、金板塾に謹慎となる。加え5年5月17日、党を組んで反省を非難したとして、外同士一同に対し向き金庫同様の、厳罰処分が下された。牧田持信への申し渡し書には、 中誠にこと寄せ証拠なき暴言をもってご制度を、妨げ講談、食文忘却不届きの至りとあり、二十二大水天宮寺の、食を解かれ、弟、大鳥石、李氷絵心新水の絵ね夏四月九日、朝、寺社奉行眞淵氏、世を記す。世は、安戒するところがあったので後に、祖欲し、弟妻子を呼び、工事を託して出る。眞淵氏は、 おのれの客間にあり、ま淵氏曰いわく、命はある、何時を率きいて、右近んたの屋敷に参るべし、午後十時ごろ、といただされた。夜、金番塾に有される、かえ五年水のえね夏四月九日、朝奉行ま淵氏ししるしよ、ゆう、書に安海一、のそよくこに小刀とつまちごはじめ、たくに工事一時で、ま淵氏己おのれね、いわく、言う命、 四に律、何時もおでにうこんたゆう第一。の律行。四、鈴見みまり。うんぬん。いりおる。みゆうにうきんばんじゅくに。卒官一員。卒四員。まぶちしれいじん二員。孔滅二一員。道方町一員。交番ごえ。かえい年五月十七日午後十時前。自社奉行。まぶちみつぐのふり。お方たせいべいが来ていわく。命あり。 よろしく、ま淵氏に参るべしとのこと。相当を授かり、すなわち衣をさらへても出る。ま淵氏検証を読む。何時をもって、何時の弟を取り石に言うす。よろしく直ちに至るべきなり。と、水田での実況を命じられた。長忠島は先にあり、送りて国外に至る。また命なりという。津福者にて休憩し、僕の助けを待つ。夜半はじめに来る。 わらじに吐き替えていく。藤田川で、飯、水田に至る。夜見に明けたりとあるため、夜明け頃に水田に到着している。なお、休憩した津福社は二社合併の津福今神社と津福、八幡神社の、計三箇所が想定されるが、特定はできない。津福今神社は、福岡県久留米市津福今町矢沢市方にあった、村森八幡神社と、 道和座南出口にあった村森天馬神社が、大正3年8月に合併、道津福今町199に、一転解消されている。津福八幡神社は、福岡県久留米市津福本町1074にある。境内には昭和7年九州鉄道株式会社が、福岡津福間の開業に伴い、津福駅建設のため移転された田中神社がある。 田中神社は慶長七年筑後国領主に田中義政が着任し柳川街道を作るなどの功績を残したとされる。夜四み前眞淵氏振り、小形清兵来航白、夕命、よろしも大手に眞淵氏一、樹相当一、野紗ら、コロもしかも参り園、眞淵氏独に賢書一、元樹、遠慰く伊南寺、 言うに何時停応取石一。余二次か至る数や長忠島在園。そう至るに、国、都一また命なりうん。いいにつ福社一町、大野助一夜半市来たる。のきにはラジ事業。飯にう藤田た河市。至るに水田一のりおる宮城。帰れ五年十月二十日。大工も七と家の規模を決めた。 11月7日より、木材搬入、翌年7月17日基礎工事、8月6日完成。なお、この日は12大将軍、徳川家吉が死去したと水田に伝わった日でもある。加盟、6年8月6日、完成。静けさは、軒場の松には降ったの思いもかけぬ住居なりけり、安政元年2月15日、山、口なし家塾を設立。 文久2年2月16日、脱出する。牧田保信の実居は9年9ヶ月であった。脱出時は黒ず金白木面の鉢巻伊賀がばを履き、肩には両かかり姿の胃でたち。大鳥池所蔵の槍を下げた。脱出前に一首読む。やがて世の春に匂わん梅の花形山里の一重なりとも、門下生の淵上健造がやり吉武助左衛門が、ひなわ銃で。 クルメ藩の堀を威嚇し三口な鹿を出発鹿児島へ赴く。17日、高瀬の松村大政邸で四男、牧菊四郎と合流。悪天候の航海の後、21日に、悪二27日に、鹿児島に到着した。入り札前にも一首読む。ふくる夜の雪の吹雪の寒さ、え、袖に覚えはがまことかな。 さよ深く知らぬ旅路も一筋の誠ばかりを知るべにいぞ、ゆく、文久元年10月15日、平野国を見が山、口なしかを訪れ、牧田もつ神に、薩摩藩を頼り尊能上位の志を遂げたいと、語った後、12月6日には、清川八郎が訪れ、行き統合12月25日、平野国臣、伊無田昌平。 清川八郎が世鷹に到着した際、牧田持信は山、口なしかを抜け出して三人と会談、決起の意思を固めたとされる。文久2年2月1日、薩摩藩名による、江戸行の途中で、薩摩藩士、柴山愛二郎、橋口宗介が山、口なしかを訪ね、平野国臣も同席した席上で2月25日に、島津久光が上京することを知らされるが、 島津久光には、倒幕の意思がなく後部合体の考え方に、とどまっていることをお聞き失望。2月4日、京から帰国途中の大久保利道を、宿場灰の塚で、淵上久太郎淵上健三の姉婿であり、門下生でもある、吉武助左衛門邸で待ち受け協力を求めたものの、この頃、大久保利道は、島津久光側についており、 同意は得られなかったことから2月16日、脱出に至る。脱出直前の文久2年2月12日夜、牧劇は、牧田持臣の妻むつみとここざを、水間軍本村上野の自宅に招き牧田持臣との、決別をなさしめた。牧田持臣はむつみに、この度の義挙が査定したら、その罪は一族に及ぶであろう。 何時らも覚悟してそうなったら潔く自人性をと伝え、左文字、吉光の担当をおののに与える。吉田丹波白文を招き工事を託した。薩摩藩に到着した、牧田も信と門下生の淵上健造、吉武助左衛門、牧菊四郎は、薩摩藩、島津久光一行に加わり、状況を試みるが、倒幕の意思を持たない。 薩摩藩から同行を拒否されたため別行動となり、文久2年4月21日、大阪到着。大阪には、田中川津助のほか、各地の志士たち、薩摩藩の有馬新七ら尊上倒幕派が集い、倒幕拒兵計画が進められていた。義挙に加わり刑に向かうため、牧田持信、淵上健三、吉武助左衛門、牧菊四郎ほか門下生、 鶴田東市、坂井伝次郎、原道田、荒牧大三郎、小賀館に、中垣健太郎の、計10名は4月23日、寺田屋に集結。寺田屋には、島津久光が派遣した、陳武士の奈良原喜八郎ら9名が到着し、階段に臨んだ、有馬新七、柴山愛次郎、橋口宗介らを、上有地とした。牧田もつ一行は別当にいたため、 当初は、幕氏の襲撃と見たが、後に、薩摩人同士の同士打ちであることを知る。奈良原喜八郎は、残りの薩摩人に対し、島津久光は義挙に懐柔していることを伝え、教順を求めたが納得しないことから田中河内助を、朝廷役とした。田中河内助は、牧田もつ神に同席を求め、今後の計画を後日に期することとしその場を収める。 牧田持神は、京都で待機していた、草加玄瑞に、門下生を派遣し義挙失敗を報告。翌24日、牧田持神を訪ねてきた、草加玄瑞と会談。志士たちは自藩に戻ることとなる。牧田持神は再び優秀となる。田中河千助、秋月藩の海画級門らは、薩摩に向かう船中で、薩摩藩により殺害され海に投棄 田中川千夫氏の遺体が小戸島に上がる。文久3年2月4日、近親解除となる。久留米藩では、海江以来の保守派重心派が反省を掌握しており、牧安尾美ら倒幕派を弾圧する傾向であった。他方で、中央情勢次第では、牧安尾美らの存在を必要とする状況となれば、脱藩の罪を許し、これを利用し、 中央政界進出の契機としたい考えもあったと見られる。池尻茂左衛門らかつての天保学連外同士の流れを引くグループが、長州藩、苦行有志の間に、牧田持信の保釈を実現するために奔走し、保身、弟劇、次男菊四郎ほか謹慎が解除された。大正4年、久留米水天宮市藩に、牧田持信銅像混流。 水田村の山、口の鹿を修復するとの記録がある。平成17年、台風災害による、修復工事平成25年、北部九州豪雨災害による、修復工事第22大水天封寺、牧田持信の河えの大獄による優秀に伴い、牧家も謹慎処分となったが、牧田持信出去後の8月にようやく許された。次男、 時次郎主姫が二十三代目宮司の新職として藩に伺うものの何ら落とさたもなかったとされたが、九月二十二日夜、牧田持新のおいの方太郎から、時次郎主姫に就職の命が下ったことを聞き案度したとされる。翌嘉永六年三月二十九日京都裏部で新東免許城を終え、十月十日に有馬吉寄に初芽芽をなした。初めて新職になった。 時次郎氏名は11月に密かに、牧田持神の出居先である大鳥池を訪れて、神秘の法を授かった。牧田持神は時次郎氏名に対して、根根切節、過ちがないよう念じていた。開5年5月17日、牧田持神が、水田に移ると青年たちの間で、従学を希望する者が多く現れている。すでに李評へが8歳。 以上12歳以下の子供に、公教や四書五教を教えていたが、子供の数が増えり表へ一人では、手が回らなくなっていた。山、口なし家塾での教育方針は、国家有用の人間に育てることであり、学問をはじめ、作詞、修字、相撲、弓道、剣道などを文科生に教えた。まず国詞により、日本の歴史を教え、春秋差し伝と新論などを、 教科書として用いて、作文、作詞を進めた。教授法は、文字の意義だけではなく、どのような気持ちで読んでいるかなどを反問し、根節丁寧に教えたとされる。文科生のほとんどは、正規の武士の身分ではなく、庄屋、村役人、医者、神職であったが、牧田持神の指導の元し,しに成長して、維新運動に参加した。 牧田持信と名役を結んだ者は、大鳥居啓太高美の長男方太郎、富安村理政、水田騎士の長男、賢治、次男、田三郎、水田村博、洛淵上雄吉の長男、ゆる次郎、次男、生太郎、東北院、新順の五岡区大鳥居昌三郎、天間宮社仁池上門戸、常陽村、理政古賀館になどであった。山、口なしかがある。 筑後市水田では、水田天馬宮主催の笠木レンガ会が年一回開催されていた。山、口梨花塾生も、監視学習の一環として百死作る課題にも取り組んでおり、加盟6年3月30日に大鳥井方太郎が、4月2日に淵上久太郎が百死を達成した。このように、牧田も津心は一緒に達成を祝っている。4月3日は、 淵上育太郎の父ゆきちも思考を持参し、一緒に祝っている。上夫を設けず、ある時は書生を招き、酒を組み交わし、父母兄弟とも語り合い、文下生のために努力をしていた。そのため書生は深く牧田持つの言葉に感銘し、水や火をも辞せずとの念を持つに至った。久留米において主張した、天法学は、水田の地においても広がることとなった。 門下生の父兄は、牧田持臣を深く信頼しており、命名までお願いしている。大鳥井勘吉の新人、淵上雄二郎の広行淵上幾太郎の雄広氏、淵上健造の助とし、栄三郎の岩津よ、梱三郎の忠厚、賢治の忠常、舎里の貧光などがある。また、淵上兄弟や住寺三郎など遠方まで出向く、際、その父兄は、 牧田保つに意見を聞いた上で許諾している。文科生のうち、淵上雄次郎は、楓6年2月26日に、日後に赴き、鳩の層と萌えに医術を学び、翌安政元年3月24日にはう都に、留学し、藍沢白民聖司祭に学ぶ。後に、京都で留学するも、安政2年6月に病に侵される。医者の弟、 淵上幾太郎が状況士官病をするも病死。遺体は現地に葬り、遺髪を持ち帰り、来郷寺に埋める。その際、牧田持臣は密かに、山、口な鹿を抜け出し、雄次郎父の淵上雄吉を慰め、来郷寺に詠でその墓に拝した。湿居の身である、牧田持臣に代わり、弟劇、獅子修磨をはじめ門下生が、情報収集に努め、 新知見をもたらしている。記録した書物に、異文万録、四巻がある。ペリーの裏柄以降に始まり、ペリーの容姿や、軍艦の絵姿、幕閣有志大名の土星、文久2年5月の上位橋市による、イギリス公使館東全寺襲撃事件で終わっている。牧田持つ神は山、口のかにいながらにして、中央情勢を知り、対策を考えることができたのである。 家族との面会は正規にはできなかったものの、つまむ罪とは手紙を二十数通交換している。また、李表絵宅などで密かに夜に会うことで意思の疎通を、はかり日常の用事を済ましている。来訪日は、南千日録に記載。池尻しぐざえもん加盟年十二月十九日、久留米、秋吉堂教官、聖四位、文久三年七教を地に伴い優秀。 明治11年11月13日死亡。現氏元年金門の辺で敗走し、7月21日、牧田持津信と天皇山で自決した、池尻茂四郎は養子。船引き台に変え、6年6月6日、久留米船引き、伊勢守大枝久留米大石神社神,社神職の子。家人でもあり後に、玉田れ宮う高下四4年死亡説があり。 淵上兄弟94ページ記載の訪問日については誤りの可能性がある。船引き台、茂る死亡日、炎応陰心全家へ6年9月17日、太宰府宮崎阿波家英6年11月6日、水間、14位、水間郡、昼池村三島神社神職、秋吉道教官、牧田持信が、国学、和歌を学ぶ。そう,そう。 カオルカエ6年11月15日、薩摩・オノカが安政元年9月18日、打財布、牧田持信の実定である。鈴木重種安政元年7月12日、江戸加藤爪吉安政2年2月26日、久留米、京都天皇山で、牧田持信と自陣、聖五位、山本実る安政2年4月17日、 久留米田中河内助安政へ3年5月11日、京都、中山教化市寺田屋事件後に、薩摩藩に囚われ、文久2年5月1日大阪出発、日向に向かう張間灘の戦場で、田中河内助不死は斬殺され、縄で縛られた遺体は海に捨てられ、小動島に上がる。大橋東安、安政6年5月14日、江戸、大橋淳安の養子。 松村深志蔵、松村大成の子、安政7年9月26日、日後松村大臣、松村大成の子、安政7年7月22日、日後、寺田屋事件に関わる。半田文吉安政7年11月2日、久留米文久3年天中組で挙兵するも敗れ、長州に潜伏。源氏元年7月19日、金門の変で負傷後、 高塚査定にいて自陣。31歳。平野国を未分級元年10月15日、10月23日、10月20日、11月29日、計6回来訪正聖夜に、水野又蔵万円2年7月21日、久留米、聖号とも、水野正菜の弟。明治元年5月、応変隊隊長、函館戦争に関わる。 明治2年横浜からの帰途中に遭難7月10日、死亡。清川八郎文久元年12月6日、では省内とどろきたけし衛万延2年12月12日、日後、寺田屋事件に関わる。生四位、浅香五郎文久2年1月5日、江戸、生五位、芝山愛二郎文久2年2月1日、薩摩、寺田屋事件にて死亡。 橋口宗介文久2年2月1日、薩摩、寺田屋事件にて死亡。宮部帝蔵文久2年3月5日、日後、池田屋事件にて死亡。聖四医今島活蔵日付記録なし、稲葉井無田昌平日付記録なし、藩、国記録なし、以下の通り。記載名、順は山、口なしか熟金の会一覧表による。主君、親へのただたか、法遊の真。 礼節、立志などを特目、日常の生活態度、塾内の立ち振る舞いまで戒律が定められた。日課では午後2時より質問、終時、午後4時以降は、劇見、相撲、日没後は、修学、午後8時より、反復習得、終時、午後10時帰宅となっていた。毎月9日19日29日に、司会、4日14日24日に、習字の会が行われた。 法を、ただたかの大義を思い、体得できれば実行すべきである。友人相互の交際を大切にし、もし過ちがあったなら、お互いに正面から忠告し合うこと。礼儀を正しくした注意振る舞いをきちんとすること。志を立てるにあたり自らの立場を超えることがあってはならない。午前中の家業に励むこと。わずかでも金を出しや飲食してはならない。 教場の炎上院の器物を破損してはならない。安堵など乱暴に扱ってはならない。履物を乱暴に扱ってはならない。大声で呼ばわってはならない。下記のところに山、口なしかの片木地区がある。山、口なしか熟成関連。ありがとうございます。